朝日放送グループホールディングス ABC アニメーション株式会社 ABC アニメーションは朝日放送グループホールディングス参加のアニメーション制作業務を手掛ける企業である。在阪広域ラテ県営局である朝日放送テレビは旧朝日放送時代から日本のテレビアニメ創創期から現在に至るまでアニメを制作し続けておりアニメに 積極的に関わっている放送局の一つである。同社が長い歴史を経る中で、コンテンツビジネスの環境変化が発生しており、テレビの視聴環境、携帯のみならず、動画配信ビジネスやコンテンツの海外輸出、インバウンドビジネスなど、変革に対応する必要があった。放送会社自体も、放送事業及びそれに伴う広告収入に、頼らない、経営の多角化を進めている。 朝日放送グループでは、こうした変革に柔軟に対応するため、コンテンツビジネス事業の再編を打ち出し、海外事業やライセンス、物販事業とともに、アニメーション事業を分社し、独立した事業会社として発足させた。ABC アニメーションは今後朝日放送テレビが放送するアニメ番組やアニメ映画などの企画、制作、二次利用を行うほか、 劇場や配信を中心とした OVA の開発、海外市場との提携による共同制作なども行う方針である。また、ABC アニメーション自体にも制作スタジオ、解説、さらに朝日放送グループ全体としても、ポストプロダクション、音響制作会社のプロセンスタジオ、アニメ制作スタジオのシルバーリンクと合わせる形で、グループ内でアニメの企画、制作、 流通を一貫して行える体制作りを進めている。コーポレートカラーはピンクで、コーポレートロゴは現行の a b c 四代目ロゴの地の色をサンライズオレンジからピンクに変更し、ABC の直下、または右に同書体でアニメーションと記載している。また、著作権表示では ABCA の略表記が用いられている。過去の作品を含めたアニメ作品の版権管理は、 当社主導による管轄となる。業務開始前に朝日放送として制作を手掛け、その後は当社に移管された主な作品を以下に列挙する。朝日放送テレビ制作、テレビ朝日系列全国ネットであるプリキュアシリーズ以外は当社が制作委員会に参加するシーンやアニメ枠の作品となっており、映画作品も当社が制作委員会に参加する形となっている。 2010年代後半2020年代前半2010年代後半2020年代前半ありがとうございます。